1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。少し5コースが遅れた体型、その他5艇はほぼ揃いました。3コースから3番山川まくってくまくり炸裂、1番の清水飲み込まれました。一気に交代、まくり切って3番山川先頭、そして刺してきたのが4番の岡瀬と2番の品田。スタートは前提正常でした。先頭3番の山川で2幕の旋回、さあ4番手から内をついて1番の清水、これは外大きく回った2番の品田、ちょっとターン流れ気味で3番手が接戦と変わります。内からかわした1番の清水、2番の品田を抑えて一定進リードを取ります。レースは2周目に移りました。アウトコースにつける2番の品田、2周1幕の旋回、外から攻める2番の品田ですが届きません。ここは振り切って3番手1番の清水がリードを広げていきます。バックストレッチでは3、4番手3手進と差がつきました。2番の品田は4番手交代、そして後方5番の根岸が5番手、6番の田が最後方追走です。2周2幕も3番手は1番の清水が抜け出してリードを広げていきます。後方では一定アクシデントが2幕では出ています。レースはこれから最終周回です。上位の確定が最後のバックストレッチへ移りました。なお6番の野田は沈没のため失格、6番の野田は沈没のため失格です。123ダッシュが456です。第一レーン、ただいまスタート判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。裏のこれはどうかお知らせです。ただいまのスタートは1番の浦野がフライングによる返還欠場です。1番に関係する投票権は返還となりますので大切にお持ちになっていてください。シリーズ最終日の競争は選抜戦第10レースが始まりました。なおこのレース4号艇で出場予定しておりました上田健太、全レース負傷のため欠場となっています。レース三国4日間の短期決戦のシリーズ新東通信杯、本日は初日の競争です。朝の企画レースが終了しまして、競争水面続いてのカード第5レース予選競争です。なおこのレース3号艇田中達彦選手は欠場となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄りが好スタートです。トップスタートは陰線1号艇人気の堀本、一周の1マーク逃げてく1号艇堀本に2号艇が刺していった野永瀬で、その外を握って3号艇福田、あとは内から5号艇4号艇6号艇殺到してバックストレッチ、先頭1号艇の堀本に刺して迫る2号艇野永瀬のへさきがスリット裏でかかりました。トップ争い接戦で3番手争いは内外で5号艇3号艇スタート正常、一周2マーク内から先取り2号艇の野永瀬につけまい浴びせる1号艇堀本ですが、両者競り合う、後ろは危ない危ない危ない、おっとアクシデントがあったようで、内から5号艇木村がトップ争いに加わった、3艇が並んで真ん中に2号艇野永瀬、内5号艇の木村、外1号艇堀本の2周1マーク、2号艇野永瀬が先に回って5号艇の木村を抑え込んで包んでまくり差しの形で1号艇堀本がバックスレッジです。お知らせいたします。4号艇橋本明が妨害失格、4号艇橋本は妨害失格、そして3号艇福田が失格となっています。
1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。スタートしました。予選特選の第12レース、1号艇の細川踏み込んでいます。さあ1マーク、逃げる1号艇の細川優子、3号艇の前田がまくる、刺す2号艇の川野、さらには4号艇の雲野、向こう正面1号艇の細川押し切っています。スタートは前提正常でした。なお一定アクシデント発生、号艇が競争中。このカード3号艇の前田咲転覆失格となりました。1番、4番、2番、3番、5番、6番の並び。スタートしました。あまり差がないスタートになっています第5レース。その後は1番、3番出ていって1マークの旋回です。逃げる1号艇酒井は流れてまくりに行った。4号艇大神は膨らんだ。内側から2番、3番、バック側2号艇の長谷川がわずかに前。1号艇はアクシデントでしょうか。スタートは前提正常でした。先頭は2号艇の長谷川、追いかける3号艇片足と6号艇の松井。1号艇の酒井は1マーク付近で落水のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1番、2番、3番の踏み込んだスタートを見せています。早すぎるスタートもありました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お知らせいたします。3号艇の杉山貴樹のフライング返還欠場です。3番に関する投票券すべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。